まずは自分の包丁を持ってもらって、で機械を使って切ればすっごく早いんですけど、もう外に行った時にやっぱり手でこう切る、手切りするっていうことも結構あるので、であんまり機械は使わないで一生懸命キャベツの千切りですとかごぼうをささがきするですとか、あの100食分は普通調理実習で5人分でやるんですけど、それの 何十倍ってありますよね。で材料にびっくりしますけど、もう切ってもらうようにして手作り感のある給食を作ってます。給食センターで何千食って作ってるところは一かも1000人単位で作るんですよ。なんか材料をこうやってひっくり返すだけでもコツがすごくいる。釜やらせてもらったんですけどひっくり返せませんでしたって言って、よかったやん、そういうことやらせてもらって。のいろんな医療雑誌、栄養士の専門の雑誌にも盛り付けのページこういうふうに盛りましょうっていうのをちゃんとページで1ページ取られるくらい、やっぱ盛り付けって大事ですね。施設に入ってるとか病気の人とかって動かないからお腹も減らないですけど、そういう時に綺麗な盛り付けのお料理出てきたらやっぱり食べようかなって思うじゃないですか。で食べてもらって初めてその栄養基準は体の中で生きるわけだから、で吸収するにあたっては美味しそうと思ったら唾液出てきて、そこから内臓がだんだん動いていくから吸収率も高まるし、やっぱり人間って五感で食べるのでシャキシャキとした食感だとか、それから香りだとか温かさだとか、そういうのを大事にする栄養士になってもらいたいと思ってるんです。